配信で見てました。ありがとう。かわいい。今日もかわいくて泣きそう。嬉しい。トメさんお疲れ。ありがとうございます。さすがにセットリスト。ね、今回セットリストめちゃくちゃ良かったよね。むずかったけど、ダンスは。こんばんは。ワヒーさん、くまちゃんありがとうございます。ロングかわいい。ありがとう。今日はハーフアップにしました。でもハーフアップにして思ったんですけど、そういえばさ、ハーフアップ顔まん丸に見えるんだったわ、失敗したなって今日思ってた。ナンさん、くまちゃんありがとう。今日も可愛くて安心した。ありがとう。ムッティさん、くまちゃんありがとう。なんかちっちゃなトラブルはたくさんいろいろみんなありましたけど楽しかったですね。もしかしてミニはロングサイリン、どうだろう。ミニさんの撮影がいつになるか分かんないけど、1ヶ月半以内に撮影がもしあればロングですね。そう、すごいロング、おもろ。こんばんは。すごいエクスなじんでる。そう、メイクさんにも言われた。なんかいいところでちゃんとやってもらったんだねって。めっちゃ探したんだよね、病室どこがいいのかなって、分かんなくて。いい感じのところでよかった。こんばんは。めっちゃ地毛っぽいよね。よいしょ。でも怖い、取れそうで怖い。初見でした。ケンさんこんばんは。めっちゃ怖い。よいしょ。今日初めて自分でシャワー浴びるけど、ちゃんと洗えるかな、怖いぜ。こんばんは。まさとさんありがとう。ギフトありがとう。期末テストの勉強してたけど集中力切れちゃったからサリに配信来た。あ、ちょっと一休みしていきな。それでもう一回頑張ろう。地毛に見えるね、馴染んでる。タイムスケジュールだいぶ押してた。まあいろいろあったんですよ。そう、いろいろあったんです。他のアイドルさんがね、駆けつけてくれたりしたアイドルさんもいるんですけど、そう、時間がね間に合わないってなってね、トークでつないだのでだいぶ伸びました。こんばんは。さやは今日人見知りを絶賛発揮して全然ワーストさんと喋れなかった。かわいいなーって隣でこうやって見てただけ。いい感じ、かわいい、ありがとう。こんばんは。乾かすの大変そうだけどロングサリン好きね。わかる。サイモンかわいいと思う、ショートの時よりはね。もったいないよね。サイモン、わささんと一緒にお仕事すること多分ないと思う。でもね、実際今日でも時間はなかったの、マジで。マジで時間がなかったのはマジなんだけど、その話すこともできなかった。写真撮る時間は完全になかったんだけど、そう、お話もできなかった。こんばんは。お腹すいちゃった。お腹すいたけど何も食べてはなるまい。ビエン、こんばんは。
こんばんは。でも話す時間マジで話せそうなタイミングは最後のラインナップが終わってからはける時だけだったね。そっからはける時の一瞬しかなくて、なんかワサさんもなんかしワサさんのメンバーさん同士で喋ってたから無理やった。お弁当も持ち帰らず、お弁当ねめっちゃ早い時間に食べた。6時ぐらいに食べた。そう、最後まで残るか迷ってたけど残っといてよかった。そう、結構ね遅い出番だったから最後までいてくださった方多くて、最後のあれも良かったです。こんばんは。サリンの得意全体引っ張っていてかっこよかった。でも今日はあんまり上手に歌えなかった。サリンの YouTube が次の動画、あ、明日から3日間多分さめちゃくちゃ編集できるんで頑張って仕上げます。この3日で1本必ず仕上げることを皆さんに約束します。死ぬ気でやる。20か26の公演スケジュール発表されたけど A 公演たくさんで見れるの期待します。え、多分ね、まあ、全部は出ないと思うけど結構いくつか出ると思いますので6月後半の A 公演もよろしくお願いします。ロング、うわロングで A 公演熱そうだな。ただでさえ熱いのにちなみにどの髪型のサイリンですか。あーっとね、仕上げる動画は最近撮ったやつですね。もう前に撮ったやつはちょっとオクラにはしないけどサクッと短め動画で、この前撮影したよって言ったやつを結構先に出さなきゃいけないのでそれをやってずいぶん前に撮ったやつを上げてっていう、こう時空歪める感じになると思います。こんばんは。 A 公演に全鉄コンリハ忙しそう。ね昨日さ朝この TIFF のリハだったんですよ。で今日朝9時から全鉄コンのリハを十何曲やって、そっから渋谷に移動してリハしてイベントだったんですよ。そうだから今日10、11、12で10時ぐらいまでだったでしょ。13時間動いてた。こんばんは。めっちゃ踊ってるの今日。健康だね。健康でーす。お疲れ様でした。ありがとう。明日は筋肉痛に、あーなりそう、なりそうですね。今日さ踊ってる時一瞬足つったけど一瞬で治ってマジ助かった。命拾いした。やすさん、くまちゃんありがとうございます。足っていうか足の甲、足の甲めっちゃさ、ね、最近釣りやすい、水分不足なのかな、釣りやすいんだけど一瞬釣りかけてうんって直した。この前の A 公演のそのままでのハケの時もなんか足の甲釣ってなんか死ぬ気で吐けたの覚えてる。なんか最近釣りやすい、よくないですね。なんかこんばんは。でも思ったんだけどさ最近昔のシャカリキダンスなんかもできなくなってきちゃった。二十歳になったらなんかもう体が動かなくなっちゃっていつものシャカリキダンスできなくなっちゃった。今日思った、なんか元気出せねえなーと思って。前の方が元気だった気がする。もっと会場は今日は渋谷の Spotify オーイースト。前さ Spotify じゃなくて TSUTAYA でしたよね、あそこの会場。こんばんは。
でも今日見てて思いませんでした、なんかあんまシャカリキ、いつものシャカリキじゃちょっと足りないかなみたいな。イエさん、くまちゃん、ありがとうございます、こんばんは。そうちょっと思ったんですよね。もう無理なのかもしれない、持てる力の限りは出してるんですけど。でも昔よりなんかとにかく元気にシャカリキシャカリキっていうよりはなんか綺麗に見せようっていうのは結構なんか比率として大きくなった可能性はある。元気に踊るのもね気にしてるけど。こんばんは。今持てる力でシャカリキダンサーしようと思ってるけど、前よりなんか踊ったような気が、踊ってきたような気がする。でも分かんない、気のせいなのかもしれない。今日の元からディスもよかった、あ嬉しい。あのポジションはキスバイエイト以来ですね。緊張しました。なんか A コインでやってるポジションは、ま、反対側から下手から始まるんですけど、久しぶりに上手側から始まるやつやってちょっとドキドキした。こんばんは。でもさ最近めっちゃ悩んでるんだけどさ、体重は落ちても顔が痩せないのはどうしたらいいと思う？みんなに聞いてもどうしようもないです。そうマジで顔まん丸なんだけど、体重減っても顔何も変わらないんだけど、どうしたらいいんだろう。小顔矯正でも行こうかな。大福みたいなほっぺが変わらん。こんばんはね。美容針行こうかな、効くかな、肉そぎ落とせるかな。美容針ってでもなんかエラが張ってる人とかにはめっちゃ効くって聞くけどさ、このなんでまん丸なのかよう分からんけど、そう顔にねそう出やすいんですよね。そう3キロ痩せた。え3キロも痩せたの、すごいな。1ヶ月で3キロくらい落ちた。やるよ、やればできるの。もう3キロ行きたい。わひゅうさん、くまちゃん、ありがとうございます。もう3キロ落ちたらめっちゃカリカリになれる気がする、見た目も。いやもう3キロきついだろうな、頑張んないといけないけど。美容針いいかもね、自分の言ってる針もおすすめしてた。針いいって言いますよ、なんか副作用がすごい少ないって聞いた。そうこんばんは。3キロってなかなか落とすの大変ですよね。なんかなんだろう、割とそのトータルの体重が大きい人は3キロ落とすの楽だけど、ただでさえBMI 的には痩せ型にいるので、そっから3キロが結構きつかった。そう比率的にはね、よいしょ、なかなか大変。こんばんは、やちさん、頑張ったギフトありがとうございます。 BMI 的には痩せ型にいるのに痩せて見えないのはなぜなんだろう、不思議でならぬ。そう筋肉を落とさないようにがねなかなか大変、筋トレしつつ食事制限もしつつでもタンパク質は取りみたいな。試験です、検査ありがとうございます。骨格の問題、体質、骨格と体質ですね。そうこんばんは、909日。でもショールームしてる時間が一番心穏やかに過ごせる気がする、みんなが可愛いっていっぱい言ってくれるから。
日常生活でそんな可愛いって言われることないじゃないですか。そうだし、そう、それがどんな感じでいてもみんな可愛いって言ってくれるので嬉しい。一生ショールームしてたいくらい。むくみは、ああなるほどね、針期待できる。むくみなのかな、脂肪な気もする。一生はやめて。大丈夫、さの時間的に一生配信はできない。今日はピンク系のメイク。マジで顔につきにくい体質だったらよかったのにな。めっちゃ一番最初に太ってなくてもな、謎に顔につく。嫌すぎ。こんばんは。こんばんは。なんかこの辺にさっきエクステ見えてた。エクステの粘着の部分。あ、これ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 。これエクステのシール。ここ、これ。こんばんは。髪の量多いからドライヤーマジ大変そうだな。こんばんは。今日ハーフアップにしてるけど、ハーフアップの毛量えぐい。なんかさ、多分さ、元の髪の毛の毛量がめちゃくちゃ多いからさ、あのエクステも多くしないとなじまなくな、なじまないから結局量は多いんですけど、なんか生まれつきの体質マジで嫌なことしかない。顔に肉がつきやすい、髪の毛の毛量が多い、あと何、お腹に肉がつきやすい、足に肉があんまつかないのはちょっといいかもしれない。あと首が短い。もう嫌になっちゃう。そんなことないよ、今日も生きてくれてありがとう。ありがとう、優しいねみんな。このタイミングでネガティブ、今日なんかメンバーと一緒にいてすごいなんかネガティブになった。なんかみんな可愛いなと思って、そうみんな可愛いなと思ってすごい病んだ。腕の筋肉もつきにくい。さ、マジで腕筋肉ゼロに等しい。そう、そうさ、首短いんですよ。だからタートルネック似合わないんですよね。そう、逆に水分取りすぎとか。でもそんなに取ってないんだけどね。そう、あんまりさ水分いっぱい取ってむくむ体質ではない気がする。でもどうしようさ、それでさ水飲みすぎだったらさ、なんか無理に飲もうとして飲んでるわけじゃなくて、喉乾いたからいつも飲んでるんだけど、それ減らしたら死にそう。めっちゃ喋るからさ、めっちゃ喉乾くんだよね。どのコインが一番難しい？難しさはでもエイトかな。雫公園意外とね難しい。1日何リットルくらい飲みます？最近どのくらいだろう。最近そんな頑張って飲めてないから 1.23 ぐらい、 1.5 はいかないと思う。そう、全然飲めてない最近。
そう、よく喋ります。眠くなってきちゃったな。この後お風呂入んなきゃいけないのに、帰ってくるのが意外と遅くて焦った。うわー、ショールーム間に合うかなと思って爆速で帰ってきた。こんばんは、黒髪ロング似合ってて可愛い、ありがとう。こんばんは。マジ爆速で帰ってきた。アイドルさん、他のアイドルさんより誰よりエイト一番早かったよマジでマジ爆速やった。爆速で出た上、私も爆速で帰ってきた。そうからギリギリ制だった。でも最近朝集合めちゃくちゃ早かったから、朝する時間もなくって、どうしよっかなみたいな。そう、2日連続でさ、めっちゃ早起きしたからさ、今日よく寝れそうですそう、2日連続朝からレッスンだったから。3日連続か。お話し会の日も朝からだったし、昨日も朝からだったし、今日も朝からだった。おお。明日は動画編集がやっとできる。なんかこの前撮った動画が結構楽しかった、撮影が楽しかったから、なんかその楽しかった気持ちを忘れないうちに編集したいんだよね。その方が面白い編集できるから。だから明日やっとできて嬉しい。ずっとやりたいのに、お仕事パン詰まりで全然できなかったから。イエーイ。こんばんは。なんか今回からちょっと新しい編集ソフト使おうかなと思ってるから、いつもより時間かかりそう。その編集ソフトに慣れなきゃいけないから、だから 3日かけて1本できたらいいなって感じ。そう、でも新しい編集ソフトを1時間ぐらいやってどうにもこうにもできなかったら元のソフトでやろうと思ってる諦めようと思ってる一旦。前も一回新しい編集ソフトにしようと思ってくじけて元の編集ソフトで編集したんですけど、次こそうん、新しい編集ソフト使えるようになりたい。マジむずい、なんかようわからんのよね、どうやってやるのか。めちゃくちゃ調べます。そう、でも今日タクシーの中でさ、さすがに3日連続早起きだったからさ、しかも割と遅くまでねダンスの練習しちゃったから、その4時間睡眠ぐらいだったの毎日3日ぐらい。さすがに今日移動中のタクシー眠くて、そう、女性のねマネージャーさんが今いらっしゃるんですけど、隣に座っててめっちゃ肩に寄りかかりながら寝ちゃった起きた時あごめんなさいってなった。優しかったマネージャーさんが。そう、まあそんな感じでぼちぼち12時が近づいてまいりましたので終わりにしましょうか。終わりにしましょうかね。ランキング見ます。13位バイコトさんありがとうございます。12位イヤさんありがとうございます。11位タテムケンケンさんありがとうございます。10位ピアノマンさんありがとうございます。キートモッチさんありがとうございます。8位ツナちゃんありがとうございます。7位イヤスさんありがとうございます。6位ナンさんありがとうございます。5位ヤチさんありがとうございます。今里さんありがとうございます。3位トメさんありがとうございます。2位はヒューさんありがとうございます。そして1位はムッティさんありがとうございます。イエーイ、今咳込みそうだった、危な。ありがとうございました。ということで今日はティフアジアツアー、皆さんありがとうございました。配信で見てくださった方も、会場まで足を運んでくださった方も、皆さんありがとうございました。とても楽しかったです。
また明日も頑張ります。頑張ってお風呂入って、みちきちゃん頑張って頭を乾かして、頑張って早く寝ますではおやすみなさい、バイバーイ。